はい、皆さんこんにちは。 TC ワークスのたけしです。今日は野菜がねだいぶ収穫できそうなので、まあ、これからちょっと外の方に行って野菜バシバシ収穫していきたいと思います。はい、まずオクラなんですけど、ちょっともうねでかくなりすぎて多分硬くなっちゃったんですけど、まあ俺も含めて4本ですか。ちょっとねこうバシバシ切りましょう。トゲが生えてます。収穫ですです。お次はピーマンなんですけど、結構ついてますよピーマン。これもいいですよね。形ちょっと悪いな。1個よいしょ、ほら、あーピーマン、まあ、この調子で何個か取っていきます。ナスはですね一応できたんですけど、なんか葉っぱにいっぱい虫がついとるのと、アリさんがなんかすごいいっぱい探索をしています。まあなんとなく取っていきましょう。プッププッ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 プ丸ナス、あここにもついている。なんか詰まってるといいですね。バジルも結構大きくなったので、ちょっと葉っぱをちぎって採取しましょう。しましたこんな感じですか。この葉っぱを全部もぎ取っていきましょう。これもですよ、すごいバジル香りが。中玉トマトもねだいぶこう分かります、真ん中画面中央はなってきたりね。シソはちょっと枯れてね、あとね虫とかもちょっとついちゃってるのもありますけど、まあその辺はまた研究して来年できればないいかなと思っておりますけども。はい、ということで今回の収穫できた野菜たちです。これバジルとシソ2枚ですか。ナスのが2個、ちょっとね穴が開いてるんで虫さんが入ってる可能性もありますけど、であとはピーマンが2、4、6個と、オクラがちょっと大小含めて4本という結果になりました。また経過を見ながらね、プランター農業やっていきたいかなと思います。それでは皆さんバイバーイ。